カローラスポーツが気になるという方にですね、前回、前編という形で、グレード、どんなグレードを選んだ方がいいのかな、みたいな、そんなお話を前回しましたけども、後編の今回はですね、オプション、どんなものをつけた方がいいのか、つけない方がいいのかとか、そんなお話なんですけども、オプションに関してはやっぱり、 る人じゃないとないととわかんんななころがあるんですよねなので実際にもう乗ってる私がですねこのオプションどんなもんかというのをですね話できればなと思って後編スタートでございます、はい、というわけでですね、えー、各グレードのオプションそれぞれちょっと違うんでいろいろ説明していきたいと思うんですけど えまずカタログの表紙から早速もうオプションが入ってましてツートンですねどうですかね初期型にはツートンがなかったんで当時はねもう海外のモデルにしかなかったんですよねえ日本に入ったのは去年の秋かなあのセダンとワゴンが発売されたタイミングでツートン設定されましたけどえどうですかね見た目はやっぱり ッッチバックなんで結構似合うと思いますよなので、ちょっと気になった人は、えー、実写を見てもらってそれで判断してもらえばいいかなと思いますね。で、こちらが、えー、そのオプションです。オプションはですね、えー、各グレードで付けられるものと付けられないものがあって、えー、一応、えー、X の方は 今回省きます。おすすめしないと言っちゃったんでね、えー。付けられるオプションで言うと、スペアタイヤはどうなんですかね、えー、使う人は使うと思うんで、これは本当環境によりけりというか、そんな感じですね。通常だとね、えー、パンク修理キットが後ろに入ってます。それ使ってくださいっていことですね。で、GZ にしか付かないオプションが早速出てきました。この AVS。 AVS11 万円します。これ何っていうなんですけど、これはですね、ダンパーの減衰力を調整する機能ですね。えー、と3段階調整できるんですけど、硬、えー、い、で、柔らかめ、で、あと標準っていう感じでですね。で、試乗車にもこれついてたんですけど、そうですね、これも全部個人の感想ですよ。えー、乗っててよくわかりませんでした。 まあ若干なんかえ段差の突き上げ感変わったかなっていう程度だったんでこれはいらないなと思って自分の車にはこれついてませんただつけた人の感想なんか聞くとねあの後悔したっていう方はいらっしゃらないのでえつけて損はないんだなというふうに思ってます あの峠とかね、そういう山道とかを楽しく走りたい人は、これつけた方がいいんじゃないですかやっぱ、減衰力ね、変えられた方がいいですからね。そういう装備なので、ちょっと高いんですけどね。この AVS。これは、えー、そういう装置です。で次はですね、えっ、ー、と、リアフォグは、日本の人は正直正しい使い方してない人多いんで、これいらないですね。 電角なんですけど、これはですね、えー、BSM とセットになるそうですね。基本的にはね。BSM って何よっていう話なんですけど、これですね。これ。えー、後ろから近づいてくるような車に対して、ミラーの部分にですね、えー、オレンジ色のライトがつくんですよ。それが光って、こう、 後ろにですね、車いますよって教えてくれる装置なんですけど、これはつけてください。もう安全のために絶対つけてください。まあ、便利とかそういう問題じゃなくて、もつけてください。安全ですから、6万6000円で安全買えるんで、これつけちゃってくださいね。ハイブリッドじゃない方も6万6000円ですで。リアクロストラフィックオートブレーキっていうのはですね、バックしようとしたときに、 えー、よくこう車がガチャンとこうバックしようとしてこう駐車場から出ようとしてこう横からビューってくる車に対してガチャンってなっちゃいますよねこのまをバックしたら止まってくれるんですよそういう時にこれ一回お世話になったんでね、えー、運転が上手い下手関わらずですねやっぱこれあった方がいいですなのでつけてくださいこれもう6万6000円だけどね これほんと助かりましたよ、一回。事故るかと思ったわ。えっ、ー、と、次はね、ステアリングヒーター。これは寒冷地仕様ですね。これをつけると、えー、つけられます。というか、ついてきます。便利なんで、えー、つけちゃってください。寒冷地仕様。えっ、ー、と、これはね、これは AVS つけないとつかないやつですね。 カラーヘッドアップディスプレイは、えー、GZ にしか付けられないんですけど、えー、付けた方がいいと思いますよ。自分はそう言っときながら付けなかったんですけど、付けた方がいいと思いますよ。やっぱりね、えー、と付いてる車乗りましたけど、見やすいです。すごく見やすいですで。邪魔だなと思ったらオフにもできるんで、やっぱ付けといていいと思いますよ。 やっぱね、あのー、前をずっと見ていられるっていうのは結構安全にもつながると思うんでね。チラチラメーター見ると、やっぱちょっと視線が一瞬だけでもずれちゃうんでね。これあると便利です。結構見やすいですからね、これ。えー、そしてですね、次はこっちかな。あとこれか。次のページだね。えー、これはシート類の。 オプションになりますけど、えー、これはあれかいわゆる赤シートってやつですねセンシャルレッドっていうやつ GZ だけにしか付けられないオプションなんですけど17万8000円たっけーな <laughs> やっぱ高いな、えー、今はねこうブラックも選べるんですけど当時は自分が買った当時は、えー、とこの赤しか選べませんでした 高いんですけど、この GZ 乗るんだったらおすすめします。これはつけた方がいいと思います。えー、ランバーサポートもついてくるんで、結構ね、座り心地も良くなるんでね、腰がね、スカスカ感もなくなるんで、結構いいですよ。で、シートヒーターも、えー、勝手についてきます。えー、自分が買った当時はね、このシートヒーターが、えー、GZ の場合は、この、 赤シート選ばないと付けられなかったんですよね。抱き合わせだったんですよ。今はこれ付けなくてもシートヒーターだけは付けられるんでえいいんですけども、まあそうは言ってもね、やっぱこのまま付けちゃった方がおすすめできますんで、これいいですよ。まあ赤が嫌な人は黒でいいと思いますね。で G の方はですね、サドルタンというまあタンレザーの オプションのシートが付けられるんですけどこれはですね正直色があの合ってません前編でもご紹介しましたけどこの色ですねこれね合ってないんですよ色がこの黒い内装になのでタンレザーはいいんだけどなっていうような人はまあ色が希望でしたらねシートカバーで合わせた方がいいんじゃないかなと いう気がしますその方がですね多分お好みの色になっていいんじゃないかなという気がしますねえっ、ー、とあとはですねオプション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 あったあったオプション今まではね何でもつけた方がいいですよつけてくださいとか言ってたんですけどこれはいらないですよマジで <laughs> いやイルミネーテッドエントリーシステムっていうね、えー この車でいうとね、この辺が、このドアのこの辺とですね、あとこの奥、ここと、あとドアの、ドアじゃなくて、このカップホルダー、この辺がですね、青く光るっていう、そういうオプションなんですけど、えそうですね、P ポジションにすると、結構ぼんやりと光ってんなっていうのは分かるんですけど、 えー、P 以外のポジションをすると現行されてほとんど色が分かりませんもうついてるのかどうかもう手でかざしてやっと分かるぐらいでも夜でも本当わ分かんないですよ一応日中でもついてるみたいですけど夜でもですね、えー、分かりませんなので、えー、このオプションつけてカタログ上だとね結構明るく写ってるんですけど実際これは全く明るさという意味ではですね 機能してません。なので、えー、これはつけない方がいいと思います。どうしても彩りが欲しいんだって人はですね、えー、別のオプションがありますんで、そっちつけた方がいいと思います。別のオプション2のはね、えっ、ー、とね、どんなんだっけな。これだ。これこれ。これ。これですね。足元が光る方の。 このオプションつけた方がいいですあの。この車足元のライトないんですよ。このオプションつけるか、まあ自分でどっかから分岐してきて LED でやるかとか、そんなことしかできないんですよね。なので、えー、こっちつけてください。これの方が、えー、はるかに役に立つと思います、えー。前のプリウスにもね、同じものがつけてられてたんで、えー、これ結構 いいですよ。明るさっていう意味でもね。こう明るすぎるっていうことはまずないです。では暗すぎるってほどでもなくてですね、えー、結構ほのかな光が。こう運転中もですね、原稿はされてるんですけど光ってるんですよね。なんで、えー、結構いいですよ。これ、はい。あ、そう、これか。これがそうだな、ね。これ、これ。 ほらこんな明るく映ってるでしょこんな明るく映ってるんですけど、実際こんな明るくないですからね。もっと暗いですよ。夜でももっと暗いですからね。こんなに騙されちゃいけないですからね,ね。なんで、これつけない方がいいですよ。で、えっ、ー、と、アジャスタブルデッキボードっていうのがね、オプションでこれ存在してて、これメーカーオプションなんですけど、どんなものかっていうとですね、 これ,か、えー、これシートを畳んだ時にフルフラットにこれできるんですよこれをつけるとでこれ自体はですね床の高さを変えられるっていうオプションなんですけどここですねこの床面の高さを1段下げることができるっていうオプションなんですけど えー、そうですね、高いものがその分積めるっていう売りなんですけど、えー、現実的にはですね、これどう使うかっていうと、えー、床下収納的な使い方はこれできるんですよね、ここに書いてあるんですけどね、上段にセットすると、下段のフロア段と、えー、スペースが生まれ、使用頻度の低い荷物の収納などに便利。 とそう、ここにですね、何、10センチ以上はあるんですけど、結構ね、えー、空間ができるんで、ここにですね、工具類なんかポイポイポイって入れておけば、ね、床下収納的な使い方でね、えー、かなり見た目よりも広く使えるんですよ。このカローラスポーツの,この収納ってですね、まあ、こうやって数字書いてあるんですけど、そんなんやっぱ詰めないんですよね。ただ、これをつけると、えー、ちっちゃいものなんかはね、 ここにのっけなくてこの下に入れちゃえばいいんで結構ね見た目よりもいろんなもんが詰めるようになるんですよねなのでこれはおすすめしたいオプションですねまあ8バックだから荷室なんか諦めてるよっていう人もいると思うんですけど、まあ、それでもねつけた方がいいと思いますこれそうは言ってもやっぱりね物を全く置かないっていう人はそうそういないと思うんで ここにね、この下、これ、カパッと開けられるんで、ここ。こんな感じですかね。あ、これ違うな。開けた予想は書いてないね。これ、カパッと開けられるんですよ。一応、フルフラットにしたい人も、このオプションつけないと、フルフラットになりません。ここに段差ができちゃうんですよ。なので、えー、その辺、考えてる方は、これ、おすすめするオプションです。結局、おすすめばっかなんですけどね。<laughs> おすすめおすすめばっかり言ってるけどね、えー。ディスプレイオーディオ。これはごめんなさい。初期型には付いてないんで、えー、どういう風にすればいいかっていうのは正直わからないんですけど、えー、9インチにしたければ、えー、約3万円のオプションということですね。どうなんですかね。9インチは見やすいですよ。もう7インチには戻れないですね。初めて9インチっていうでっかいナビを付けたんですけど、前のプリウスもね、 8インチだったんですよ。あれもでっかいなって思ってたんですけど、9インチはもっとでかいですね。えー、仕事で使ってるあのノート、あれが7インチなんですけど、あれもすっげえちっちゃく感じますからね。それぐらいで9インチってやっぱでかいですよ。ただ、ナビを使わないんであれば、もう7インチでいいと思います。なんで、その辺はですね、やっぱナビをどう使うかですね。よく使うぞっていう人は9にした方がいいです。 使わないぞっていう人、たまにしか使わないよっていう人はもう何のまんまでいいんじゃないですかね。えー、で、あとはですね、えー、メイクオプションでいくと、アクセサリーコンセント、これは悩みどころですよね。ハイブリッドにしかつけられないんですけど、うん、まあよく災害があった時に便利ですよっていう話聞きますよね。まあアウトドアなんかでもね、こう、やっぱ、 コンセントがあると何かと便利だと思いますんでまあどうですかね一応うちの車はこれ付いてますけどまだ一回も使ったことはありませんまあでもないよりはどうかってとこですかね置くだけ充電もこれ初期型はなかったんですけどこれ付けられるようになってますえどうですかねうちのスマホは奥くだけ充電対応してないんで ちょっとこの有用性っていうのはよくわからないんですけど、まあ、使える機能があるスマホを持ってる人はいいんじゃないですかあの、奥の部分が、えっ、ー、とね、奥だけ充電のスペースになるんですよ。えっ、ー、とね、どこだっけなこれか、これで言うとね、これで言うと、うん、この奥ですね、シフトの奥、この部分が奥だけ充電になります。 えー、でそんなところですかであとあ寒冷地仕様か寒冷地仕様は、えー、ヒーター系が充実するんで、えー、おすすめしますやっぱねステアリングヒーターとかねこう使わないと分かんないと思うんですけどこれかなり便利ですからね手があったかいってねこれこのどんだけいいかっていうことですよ、まあ、冬しか使わない機能なんですけど 冬のあの冷たいハンドル持ってられないですよね。あれがね、解消できるってだけでもかなりいいですよね。手袋なんかしなくていいですから、わざわざ。ってな感じですよ。そんな感じで、あ、これ GZ の赤シートですけどね。こんな感じでいろいろオプションのお話ししてきましたけども、どうですかはい。どうですか カローラスポーツ。走りもね、いいですし、えー、質感もね、本当にちょうどいい質感ですよ。なので、えー、内装の質感もですね。なのでね、いろんな人におすすめできる車だと思います。結構ね、使い方によっちゃかなり万能なんでね、えー、走りも、えー、そういう意味では、えー、非常にいい車ですから。 迷ってる人はですねまず試乗してもらって、で、自分の動画もいろいろ見てもらって、えー、この車の良さとか、まあ、悪いとこもいっぱいありますけども、あのそういうのもね、あの過去の動画でいろいろ語ってますんでね、えー、自分の動画も見てもらって、車選びの参考にしてもらってで、最終的にはこの車買ってもらえると、まあいいのかなと。トヨタの社員じゃないですけど、 あのお仲間が増えてくれることを祈っておりますので、ぜひ、この動画、このチャンネルを参考にして、えー、車選びしてみてください。宣伝もしたことないんだよな、これ。チャンネル登録よろしくお願いします。なんてこと、今まで言ったことないんですけど、ちょっと言う,言うぞ、今回は。チャンネル登録よろしくお願いします。高評価も待ってます。コメントも待ってます。